はい、こんにちは。今日は、誹謗中傷を見て子供はすらってしまいますよ、ネット社会の恐怖っていうタイトルでですね、お話をしていこうと思います。余談なんですけどね、精神年齢の話なんかっていうのを嫁さんとしてたんですよ。なんだその精神年齢の話はっていうところなんですけど、何の話かというと、僕今28歳なんですけどね、28歳で普通に会社にやりながら、過ごしてるんですけれども、まあ、そんな中で雑談を嫁さんとしてまして、でそんな時に、もう28やけど、なんか俺自身の精神年齢10年前からかかってへん気すんねんなみたいなことポロって言ったんですね。嫁さんがね、18高3、ほんまにって言うんで、あれもうちょっと幼ってると思ってくれてるのかなと思ったんですけど、そしたら中3ちゃうって言われて、まだ若返るみたいな。で中3、いや中2かな、中2病いや小学生ちゃう、どんどんね若返る、そんなに僕精神年齢低いもんなんかなって思ってね、まあそんな話はどうでもいいんですけどね、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、見かけは大人に見えても、まあ、だんだん中身が幼稚化してってるんじゃないか、要は自分の主張が押し通せない人たちっていうのはもうどんどん攻めの対象になっていってしまってるんじゃないかっていうことが、まあ、ふとね感じたことなんですけど、別に僕の精神年齢低い高いとかってそういう話とは関係ないですけどね、まあ、そんな話をしてて今日につながる話がふと思いついたんで、今日していこうと思うんですけど、まあ、今の社会って、まあ、バッシングが公認されてるじゃないですか。誹謗中傷とか、あの悪口とか叩くとかっていうのは公認されていて、まあ、ちょっとしたその過失とか落ち度のある相手に関しては叩いても構わないみたいなことが、まあ、当たり前のようになっていますよね。でそんな中で、まあ、そうした後に、まあ、叩かれた相手っていうのが、誹謗中傷を受けた相手っていうのがどうなっても知ったこっちゃないわと、ですよね。で長寿があれば、まあ、法的責任を取らされる、例えばまあ薬物とかちょっとした失言みたいなことがあったりとかすると、法的な責任を取らされるだけじゃなくて、まあ、激しく罵倒されたりとか、ネットでも袋叩きにするみたいなねことがあったりとかします。でそれについて、まあ、おかしいっていうふうに、いやそんなことまで言わなくていいよとか、例えばまあ誰かが結婚をした時に、芸能人の有名な方が結婚した時に、いやどうせすぐ別れるとか、あんなやつと結婚するなんて異常だみたいなことが言われたりとか、あるいは離婚した時にやっぱりねみたいなことが、まあ、叩かれたりとかするわけじゃないですか。でそれに対して、いやいや結婚したんだったら素直におめでとうって祝福すればいいじゃないっていう声が上がれば、いやいやなんであいつのことなんか言わなくちゃいけないんだってことに、その祝福しようよっていう素直な気持ちの人に対してもまた袋叩きが始まったりみたいなね、なんかもう幸せとは程遠いような世界を目指している人たちなんですよね。そのくせ自分たちの生活は豊かにならないっていうことを訴えたりしてるんで、矛盾してるんだなと思ったりするんですけれども、でインターネットの炎上っていうのはまさにそれの通りで、失言とか過失とかであれば、その人たちに対してもう一人のたった一つの発言が何万人という人たちを動かして、まあ、情け容赦なくボコボコにしていくという話ですよね。でその人たちは世直しのつもりで、いやそんなことを言うのはおかしいとか、お前の発言を撤回しろみたいなことを言うんですけど、それがどうすぎるとあなたたちも同じようなことをやってるんですよってことに気づいていないんですよ。でこれが大人の世界で回り、それで回るようになってしまったっていうのが現状じゃないかなっていうふうには思うんですよね。でそんな中で、じゃあそれっていじめと何が違うのっていうと、大して変わらないと思うんですよ。結局そういう世界 を見て子どもたちっていうのを育ちますから、でしかも大人よりも子どもたちの方が感受性豊かで学習能力も高いですから、大人のやっていることっていうのを正確にインプットしていくんですよ。だから大人の場合だったら携帯とかパソコンとかを使って、ネットの中にね匿名希望で書き込むことっていうのができますけど、子どもたちの場合だったら直接 A ちゃんという行為を無視とかいじめの対象にして、 B ちゃん C ちゃん D ちゃんっていうのがこそこそとこうね、何々ちゃんのこと無視しようよとか、今度靴の中に鍵を入れといてやろうぜみたいなことを言ったりするっていう、まあ、リアルな世界になっていってしまうと。で、まあ、例えばどんなことをインプットしていくのかっていうと、例えばまあ4つくらい、まあ、今パッと思い浮かぶんですけど、1つはまあ叩いていいと、ボコボコにしていいというふうに言われた相手に対してもとことん罵倒していこうぜとか、2つ目に質とか落ち度のあった人たちっていうのはもうとにかくリンチしていいよねとか、それから3つ目に悪者になった人に関してはもう慈悲なんかかける必要はないと、とことんやれと。そして4つ目に、その叩かれた相手が不登校になろうが、うつ病になろうが、最悪自殺をしようが、そんなものは関係ないと、こんな世界になっていこうとしているんですよね。
いや大げさだって言うかもしれないんですけど、本当に大げさですかっていうことはぜひですね、あの自問をしていただきたいんですけど、まあ、こういう動画を見る人たちっていうのは自分はあそういう人たちいるよなと思って、自分じゃないよなとかって思ってる人たちは、まあ、まずこういった動画見ないと思うんですけどね、はい。で、まあ、全ての大人がネット生活の中でやってるからこそ、子どもたちが真似をしても今って、まあ、自然なことですよね。だから子どものいじめの場合っていうのは、大人が介入すればもう止まるかもしれないです、止まるかもしれないんですが、子どもたちからしたら大人の真似をして自分たちも同じことをやってるのに、なんで怒られるんだろうと。パパやママやってるよねとか、何々ちゃんのパパとか何々くんのところはやってますよねとかっていう風になると、でさらに最悪なことに、大人がもし止めなければ大人がやっていることだから、よしこれはいいことなんだと思って育ってってしまうと、人を叩くっていうことがっていう危険性があると、出てきてしまうということなんですよね。だって大人が、例えば家庭の話でいくと、お父さんが、まあ、ちょっと横柄な感じのタイプの人で、家に帰ってきたら家事育児っていうのを一切やらないと、で出された食事が自分の気に入るものじゃなかったとしたら、こんなもの食えるかガッシャーとか、いらないパーンっていう風になっていくと、それを見て子供が育っていくと、自分の大好物のハンバーグが出てこなかったら、ママこんなもの食べたくないよって言って、食器を下に落としちゃったりとか、食べないで好きなお菓子をポリポリ食べてしまったりとかっていう風に育っていってしまうんですよね。じゃあそういったあの崩れてしまった価値観とかっていうのを直していくために、我々大人が何を目指していかなくちゃいけないのか、何を意識しなくちゃいけないのかっていう話をしていくと、それを防ぐためにはやっぱり倫理感覚とか身振りとか、普段の人との関わり方っていうのをやっぱり振り返っていくことっていうのが大事になります。それができりゃ苦労しねえよっていう話なんですけど、やっぱり基本に立ち返るしかないんですよ。過失とか失言があった人に対しては、それを叩くとかっていう風に何かしらの反応をすることではなくて、一番手っ取り早く、そして効果性が高いのはもう無視をすることです。無視が一番効くんですよ。で、中には意図的に炎上目的で失言とか、あの無茶苦茶なことをしたりとかっていう人たちもいるんですけど、そういう人たちに関しても一番無視が効きます。そうすれば反応しないんだったらもう何もしないっていう風になりますし、何もしなければ我々も反応する必要っていうのがないですよね。そういういいループができていくようになります。まあ、そうすれば失言とか過失も必要なものっていうものに絞られていきますし、まあ、今の過剰な反応っていうのも少しは和らいでいくんではないかなと思います。ですからこれからの日本の社会っていうものを、倫理とか道徳っていう観点から、今の誹謗中傷が当たり前になって、若い人たちも自殺が増えてますよね。そういったものを防いでいくためには、やっぱり子どもたちに対して大人がどう世界を見せてあげるかということは、我々が世界を変えなくちゃいけないんですよね。大人が変えていくような動作を何としてでもやっていかないといけない。そうしないと次に託せないですよね。子供たちが大人になる頃には、今の世界のままで平行線たどってやっていってしまうと、完璧に歪んだ世界になっていってしまいますので、それを防ぐためには我々大人がきちんと伝えられるっていう世界を、子供たちに示していく必要があるというところですので、まあ、この動画をきっかけに、自分は違ったとしても周りにそういう大人の人たちがいれば、やっぱりそれを正していくっていうことを目指して、ぜひやっていただけると、皆さんがその一助になっていただけたら、この動画を出す意味があるかなというふうに思いますんで、ぜひですね、いい世界を作って子どもたちの世界に託していけるように、我々大人がやっぱりかっこよく生きていきましょうというそんな動画でした。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。